ですね。こうしてドラム缶風呂に入りながら見る風景も風情があっていいですね。風呂に3人で入って狭くなければなおさらいいんだけどな。やっぱり3人で一緒に入るのには無理があったんじゃ。ダメダメ、やっぱりお風呂はみんなで一緒に入らなきゃ。これお約束なんだよ。このことはネプノートにしっかりと書いとかないと。あれって標本じゃないですか。ネプノートはネプノートだよ。ノートとして書くこともできるし、何でも標本にできる便利なノートなんだ。ちなみに標本にした相手が特殊能力持ちだと、その力の一部を自由に引き出して使うことができるんだ。すごい、そんなノートが実在するんだ。そのノートがあったからクロちゃんの能力を使って今までいろんな次元を旅してきたんだよ。けどこうして女の子同士仲良くお風呂に入ったのは今回が初めてかな。いやー、極楽極楽。なあギアッチ、そのなんだ、悪かったな。まだそんなこと言ってるんですか。私は気にしてませんし、娘さんが責任を感じることもないですよ。でも俺のせいで。いいんです、中途半端に問題を残して帰るのもやっぱり無責任ですし、それに結果として帰れる方法も見つかりました。私はこれで良かったと思ってます。けど一緒には来てくれないんですよね。ああ、せっかく誘ってくれたのに悪いな。いいんです、無理に連れて行っても喜んでもらえませんし。実はな、ネプッチにも誘われたんだよ。ネプッチの世界に来ないかって。お姉ちゃんにもですか。はあ、ギアッチと同じことを気にしてくれてたけど、こんなんでも俺は女神なんだよ。だからさ、いつかはこの国を立て直して人でいっぱいの国にしてみせる。ゼロからのスタートだが、これが俺の夢だ。叶えたらギアッチの世界に遊びに行くよ。約束ですよ。ああ、約束だ。そのためにもギアッチは俺が責任を持って元の世界に返してやるからな。はい。どうした、いきなり笑ったりして。今の娘さんかっこいいと思っちゃいました。おお、マジか。やっとギアッチも俺のかっこよさを分かってくれたようだな。そうかそうか、やっぱ俺ってかっこいいか。あ、けどかっこいいって言われて喜ぶ娘さんはかわいい。